こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は秋の庭の様子とか私の庭仕事をお伝えしたいと思います。斑入りのハイビスカスは今花盛りです。挿し木してたくさん挿したので、つぼみもそれぞれについています。秋のバラに間に合うように剪定したバラもあるんですけど、このヘリテージは伸び放題で、ちょっと丈を長くしてみようかなと思ったので、夏に切らずにずっと花を楽しんでいます。以前私が出した動画で、今までもよく挿し木動画っていうのを出しているんですけど、ユーフォルビアのダイヤモンドスターというのを去年挿し木して、冬家に入れておいて、今年の春寄せ植えに使ったりしました。そのユーフォルビアの挿し木をする動画をご覧になった方がいて、挿し木した後その後のユーフォルビアダイヤモンドスターを見せてほしいというコメントがありましたので、後ほどそのユーフォルビアダイヤモンドスターの画像もお見せしたいと思います。バラの花が終わった枝は豆に切るようにしています。向こう側が道なので、ちょっと飛び出てしまったバラの花が終わると向こう側に行って枝を切っています。あまりにも出すぎると通る方の邪魔になるだろうなと思いながら、花が咲くのはちょっと皆さん喜んでくださっているので、通り沿いに全く出ないようにということはしなくても、お向かいの方とかその隣の方とか喜んでくださっているので大丈夫そうなので、ありがたいです。四季咲きなので年中つぼみをつけるんですけど、真夏はちょっとなるべく切るようにして、今はなので穏やかに、割と時間をかけてゆっくり開いて咲いてくれるので、春よりもちょっとゆっくりと少ない枝ですけど楽しめます。富士山が見えてとても気持ちがいい秋晴れでした。ヘリテージっていうバラがすごく育ってしまって、実はこの通路が通れません。バラっていうのは本当に広い面積があるところで育てたいなっていうふうに、こうやって植えてみるとつくづく感じています。これを冬の間どうやって仕立てようか悩みどころです。うちの襲名菊が咲いてくれています。先日から、咲いてて、なんだか映像を撮る時間がなかったんですけど、2色なんですね。2色仕立てっていうか、そういう襲名菊です。ちょっと日陰なんですよね。だからあんまり花良くないかもしれない。あ、これはサルスベリです。通り沿い表札の裏側に襲名菊が植えてあります。うちの向かい側、前の美容室の先生が引っ越してしまった後、このストロベリーツリーがどんどん茂って、ご近所の方がこう曲がる時車がこう見えない見えない、事故が起こるとか言って、ご近所の方が散々私に言うんですよね。で、私に言われても困るなと思ったけど、今住まれてる方は多分興味がないと思うので、ちょっとお出かけしてる間に申し訳ないけど、この背丈を前の美容師の先生が切っていたようにちょっと半分ぐらいに背丈を勝手にですけど短くこっそり切ってしまいました。ちょっとビフォーアフターを見せていこうと思います。これもユーフォルビアダイヤモンドスターを挿し木したのが寄せ植えのこの下ですね、入っています。これは実は5月の画像です。ペチュニアが枯れまして、
まあ、こんな汚い状態になっています。隣もこれがユーフォルビアが結構綺麗になってるんですよね。挿し木してどうなったっていう方がいましたけど、あ、そうそう、コメントで入ってきたんですけど、まあ、こういうところに使いました。板付けする前のビカクシダはここにありました。まあ、ビフォーアフターというわけでお見せしていこうと思って、今だからこういう感じです。まあ、もう一つのユーフォルビアはここにありますね。まあ、とっても綺麗です。で、桃色ハートはほとんど挿し木したのが育たず、こういう感じです。ユーフォルビア綺麗です。5月の花の後挿し木したマーガレット、実に元気に育っています。大元のマーガレットも元気だし、挿し木したのも全部ついて、こんなのもそうですね、元気です。とにかく東北側です。まあ、挿し木したといえばここにあるマリーゴールドを挿し木したものがあります。これはみんな種ですね、種で育てたやつです。この挿し木したマリーゴールド、今こんな状態です。花が普通に種から育てて今咲いているものよりも何割か、まあ、大きくて葉っぱも見事です。何しろマリーゴールド肥料が大好きなのでたくさん入れてます。ここにも肥料、化学肥料を足しています。なのでずっと花が咲いていますが、まあ、でも挿し木したのよりは小ぶりで大きさが全然違いますね。なのでそう、7月とか8月とかちょっと伸びてきたらきちっと挿し木するとこうなりますというビフォーアフターの分かりやすい動画でした。以前のなんかお花の動画をちょっと探していたんですね、挿し木した後とか。そしたらすごい綺麗だったので、今度春夏秋冬編集して出せる時が来たらいいなって思って、あんまり動画全部バシバシ消してしまうのはやめようとちょっと反省しているところです。また1週間10日ぐらいしていい具合に芝が伸びてきたのでまた手入れをしています。もうこの芝生バリカンが来て、この芝生の手入れが楽しくなったのと、まあ、自分の庭仕事の一部になりました。手動の芝刈りより何しろ端まで綺麗に芝が刈れるのでとても気に入っています。10日経ってカメラのアングルを変えてみると芝が結構伸びているんだなっていうことがお分かりになると思います。なのでこのまた芝を刈っているんですね。まあ、冬に今度は昨年燃やしたんですけど、燃やすのもいいかもしれないけど、ちょっと芽土って言ってボコボコしているので芝生用の土を購入してきて、こう平らにしようと思います。まあ、こんなことをまめにやっているのも結構このバリカンで刈るのが楽しくなっちゃいました。綺麗な芝生の庭に憧れているので芝刈りをしています。この前の鉄砲ユリの種、これはコッペクラフトワークショップのコッペが欲しいというので切るわけにはいかず、こんな画像の前にあることをすっかり意識せずに撮っていました。こうやって見ていると、まあ、手入れをしているのでだんだん芝生の状態も良くなってきたように思います。まあ、冬まで様子を見て伸びたら
芝生バリカンで綺麗にしていきたいと思います。千日紅を取ってきて、また部屋にかけます。まあ、コッペにあげるやつですけど、綺麗に乾くといいなと思っています。部屋にこうかけてあっても意外と可愛いなと思って気に入っています。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。